インスパイアの小田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2019年7月20日ということで、土曜日になりますので、恒例のまとめ記事ということで、先月2019年6月に投稿しました Facebook の個人の投稿ですね。こちらのいいね数ランキングを発表していきたいと思います。では早速ですが、見ていきましょう。こちらからどうぞ。はい。ここにありますようにですね、まず第1位から見ていきますが、鏡を利用した張り紙ということで、これは実はね、本当のことはまだわからないんですけど、これわかりますかね？この鏡に向かって僕がスマートフォンで写真を撮ってるということは、反対側の壁に映っているものっていうのは、本来であれば鏡だから反対向きの文字にならなきゃいけないのに、ちゃんと見えてる。という写真なんです。これ、不思議な写真ですけど、つまりですね、その、鏡の、トイレの前の鏡って、洗面のところって、顔洗った後ね、こう髪を整えたりとか、まあ見たりするので、その時に鏡を絶対見るわけだから、その後ろ側に会員増強運動っていうのを書いてると見えるっていうもんですね。でも反対側の壁っていうのは、日頃壁見ながら歩いてる人いないので、だからそっちに貼るんだったら、逆に鏡を見てる人に見えるように貼った方がいいんじゃないのっていうことで逆さ向きになってるんじゃないかというですね、ものなんですね。非常に面白い、チラシというかですね、見せ方かなということで紹介したんですね。そしたら結構皆さんから、いいねをいただいて98いいねということになりました。ありがとうございました。はい、続いていきましょう。こちらになります。どうぞ。はい、84いいね。新幹線の席ということで、これわかりますかね？この新幹線のいわゆる乗り降りするとこのドアがあるとこにですね、このように椅子があってですね、こうなんかペコンってやると、ペコンってやるとこう椅子で座る場所があるっていうのを、たまたま座ってる人がいたので発見してですね、びっくりしたということで投稿したものなんですけど、まあ意外に知らない人もいっぱいいたし、そんなの知ってるよと言われたんですけど、びっくりしました。ただここの席は、まあまあいいんだけど、その、駅に着くたんびにですね、一回こう椅子を上げてですね、お客さんを下ろしてあげなきゃいけないので、まあ面倒は面倒なんですけど、ただ、地べたに座ったり立っているよりは、まあ少しでも硬い椅子かもしれませんが、まあ便利かなということで、こんなのがあります。よく電車の中の、机じゃない、椅子がこうパカンってなるようなのは、中にあるのは見たことあるんですけど、なんかこの壁にこうなってるっていうのはですね、まあ今回初めて見まして、非常に勉強になりましたね。こういうこともできるんだなってことでしたね。はい、ということで、今月2番目のびっくりかもしれませんね。はい、3つ目。これもびっくりなんですけど、こちら見てください。はい、お一人様トイレっていうふうに書いてますが、まあ普通トイレって一人でするもんなんですけど、これ見てほしいのは、これここにですね、ついたてがあるんですけど、ついたてのとこを見ると、これ透明でですね、反対側がもう見えてるような感じになってると思うんですが、実はこれですね、見えていないんですね。この手前にある、このトイレの便器っていうのは、ここに映ったのを反射して見てるんですよ。反射して見えてるんだって、これ透明ではないんですよ。これちょっとわかりにくいんですけど、つまりこう、横で、用を足してる様子が見えないようにね、なってるんですよ。まあ、これがちょっと画期的かなということで、紹介したんですけど、なんかお一人様、なんかよくね、ラーメンとか食べるときに、こういうふうに区切ってるのがあると思いますけど、まあ、こんな感じのがありましたので、ちょっとびっくりしました。すいません、なんか今ちょっと音が入りましたので、念のために切っときますが、皆さんの方に音入ってるかな？入ってるとまずいので、ちょっと音を切りますが、今ね、会見が行われてですね、今話題の。で、それの音を切ってたのに急に音が出ましたね。音を切ってるのに音が出ると不思議だよね。音を切る幕を押してたのね。まあいいや。はい、ということで、これでした。はい、ではですね、戻りまして、はい、四つ目ですね、行きたいと思います。はい、こちらですね、プロフィール写真ということで、76いいねなんですが、これ紀南新聞というですね、和歌山県の新聞の方に取材された時に撮っていただいた写真なんですが、まあ、非常にいい写真でですね、個人的には気に入ってるんですけど、なんかこの角度とかですね、
まあ、いいなということで、まあ、小指が立ってなくてよかったなと思ってるんですけど、まあ、このような写真で、まあ、なんかすごくいいですよね。まあ、背景がもうちょっとなんか、こう、セミナーやってるような様子がね、見えたらもっとよかったなと思うんですけど、まあまあ、それは仕方ないんですが、非常にコントラストがあって、角度もすごくいい角度から写真を撮っていただいたなっていうふうに思っています。はい、ということで、プロフィール写真にしたらいいんじゃないかっていうことを、書いたりもしたものですね。はい、76いいねでした。ありがとうございました。はい、では、どんどんいきますが、次こちらです。はい、北海道新聞なんですけど、キャッシュレス関心高まるということで、こちらのものですね。はい、これは北海道新聞さんから取材されましてですね、で、ここの下の方に、見えますかね。新潟市のネットベースアナリスト横田修林さん48話って書いてる。ここにね、僕のコメントが載ってるということで紹介したものなんですけど、まあ、こんな感じでですね、キャッシュレスのことについては結構やっぱり今話題なので、新聞やテレビ、もしくはケーブルテレビ、雑誌などで、まあ、この取材されて記事になることが最近非常に多いんですけど、まあ、その一つですが、こんな感じで、これは電話取材でしたね。受けたものが掲載されましたということですね。はい、ではどんどん行きましょう。続いてこちらです。57いいね。高速バスバス停って書いてます。これ今、電話してる様子の写真が撮れてるんですが、実はこの電話の相手が一つ上の記事のこの北海道新聞さんでした。これは福島県の会津若松っていうところでバスですね、高速バスの乗り換えを乗り換えで待ってる時にですね、電話がかかってきまして、それで取材を受けたものなんですけど、その取材を受けたっていうことを伝えようと思って撮った写真です。まあ普通に考えれば、取材されてる瞬間に電話をスマホで写真撮るってことはなかなか普通はしないわけですけど、まあその、こういう感じで取材を受けたんだよっていう証拠を残すために撮ったものですね。まあよく僕はこういうことやりますけど、まあ実際にその瞬間にはこういうふうに撮れないですからね。そんな余裕ないですからね。だけど、そのイメージを伝えたくて撮った写真ですね。はい。では、次です。こちらになります。はい。タクシー QR コードということで、これ、新潟県の、まあ、荒井ですね、妙高市ですね、にあります、タクシーに乗ったところですね、こんな感じでですね、3Pay アプリ決済同時開始ということで、PayPay、LINEPay、楽天 Pay、3つをですね、この IM タクシーさんが導入していました。まあ、結構ね、このタクシー業界って、今までクレジットカードを使ったりとか、電子マネー使ったりしてましたけど、最近この QR コードを導入している店も増えてきまして、まあ、こんな感じで田舎の方のタクシー会社でもですね、QR コードが普及してるんだなということで、ちょっとびっくりしてですね、写真に撮っておきました。しまいにはね、車の後ろにもですね、こういうふうにちゃんと貼ってあってですね、お客さんに分かるようにしているところなんかも偉いなということで証拠に残しておきました。はい、55いいねでしたね。はい、続いてはこちらです。はい、荒井商工会議所ということで、Facebook による個人ブランディングっていうふうに書きましたが、まあ、この講演している様子の写真っていうのは、なかなか自分では撮れなくてですね、受講生の方が撮っていただいたものをですね、まあ、いただいたりしているわけなんですけど、これもなかなかいい角度で撮ってもらってるんじゃないかなと思いますね。なかなかね、こういうふうにうまく、瞬間切り取るって自分自身は難しいですからね。まあまあ、いいんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございました。では、どんどん行きましょう。続いてこちらです。はい、こちらです。紀南新聞さんのさっきお話しした文ですね。この左上に使ってるこの写真です。これこんなちっちゃいんですけど、ウェブの方ではですね、写真が同様に上がっていて、そっち側の方が結構解像度が良かったので、そちらからいただいた写真がさっきのものなんですけど、まあ、キャッシュレスのことについて、取材された時の様子がですね、今回、記事になりましたということで紹介したものが50いいねでした。はい、ではどんどん行きましょう。こちらです。はい、50いいね、青い湯ですが、これ新潟駅を出たら、万代口側の方に出たらですね、目の前にドカーンとでっかい看板があるんですけど、そこにですね、三幸製菓さんの、看板、コマーシャルの看板の中に、青湯さんが登場していると。いうことですね。まあ、今やね、時の人となった、青湯ですけど、まあ、結婚するとですね、まあ、新潟としては非常に誇らしくて、宣伝になるし、
いいことだなということを書いたものがですね、50いいねとなりました。はい、ではどんどん行きましょう。続いてこちらです。はい、49いいね、長岡商工会議所ということで、まあ、長岡商工会議所で講演をですね、5月にさせていただいたら、6月にですね、会議所の方からですね、お礼の手紙をいただきまして、その手紙の中に、講演した様子の写真がですね、なんていうかな、写真が入っている、この紙をですね、送っていただきましたということで、なんか今までも、この講演お礼っていうのは、紙でいただくことあるんだけど、自分が写ってる写真まで送ってくださったのは初めて、まあ、ネット上にですね、自分の写真が、Facebook ページなんかで上げてもらうことはあるんだけど、実際紙に載るとなんかやっぱ嬉しいもんですね。やっぱネットとアナログのね、デジタルとアナログの違いかなって気がしますけど、まあこういうのは大事かなと思いますね。はい、続いていきましょう。こちら、46いいね、ATM です。これは名古屋駅でちょっとノマドをしているときに、たまたまね、駅の目の前に ATM があって見ていたところですね。まあ、非常に多くの人が ATM に行列を作ってですね、待っていると。で、この状態を見て、これからキャッシュレスのセミナーをやるんだけど、とてもキャッシュレスが進むようには思えないということを書いたんですが、本当そう思いますね。なので、まあね、こんな風に、まあ、並んでなければまだ別ですよ。並んでないならまだ別だけど、こんだけ並んでまで ATM を待たなきゃいけないぐらい面倒なね、手間のかかることがあるのに、なんでみんなキャッシュレスにしないんだろうっていう話ですよね。暇な時にね、入れるならいいんですよ。で、これだけ並んでるってことは、急いでなんか、下ろさなきゃいけない用があるってことですよね。教授を使わなきゃいけないってことですよね。そんな、慌てるものに ATM を任せるのは良くないなと僕は思いますけどね。はい、続いてこちらです。はい、美女とホテルということで、これはいわゆる、グリーンスクリーン、ブルースクリーンというものがあって、それが iMovie が対応したことによって、こういうですね、なんか、知らないところに行ってるみたいな写真をね、撮ることができるようになったんですね。この技術はすごいなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、撮ってみるといいかなと思いますね。やっぱりなんか、あれ、って感じになりますよね。びっくりしますよね。いいなと思いますね。はい、再生回数259回で結構ね、再生されてますね。ありがとうございました。はい、続いてこちらです。はい、これはなんかいつもの公園風景のように見えるんですけど、まあ、ここで書いてるのはですね、横田商店っていうふうに書いてて、お店横田商店オープンしましたと。もうなんか最近店開きみたいになってきて、レジもあるし、なんかこうお茶もいたりとかしてですね、なんかお店みたいな感じしてるんですけど、まあ、そのようなですね、ことを書いてみました。ありがとうございました。はい、続いていきましょう。こちらです。スマホ教育ということで、まあ、最近ね、まあ、こういう風景を見かけてちょっと気になっているんですけど、まあ、自分がね、お母さんがスマホ持ってるっていうのは、まあ、仕方ないというか、もうね、いいと思うんですけど、これ、2台ね、スマホがあって、親子でスマホを持ってる。そうすると、まあ、親子でゲームしてるならまだいいんですよ。戦ってるならまだいいんですけど、そうじゃなくて、お互いが全然違うものを見て会話をしないで、隣同士座ってるっていうのは、どうも教育上良くないんじゃないかなってことを思ってですね、投稿したところ、まあ、44いいねをいただいたということですね。はい、では行きましょう。次です。はい、三好商工会議所です。広島県の三好商工会議所で講演した時の様子なんですけど、まあいつものような写真とちょっと違う構図になっていて、まあ非常に大きいホールですね。なんかセミナーというよりは勉強会というよりは講演みたいな雰囲気だったので、まあそれに対して皆さんがいいねくださったのかなと思ってます。最近よくね、公演前の、パソコンあたりを写した写真が上がってると、もうこれみんな見慣れてるとですね、だんだんやっぱいいねしてくれなくなるんで、まあマンネリしないね、写真の撮り方って大事かなと思っています。はい、続いて42位ね、広島の夜景ということで、これ広島のように見えないんですけど、広島なんですが、これは Google の Pixel 3という携帯を使うとですね、こんなにですね、綺麗な写真が撮れるんですね。AI によって加工したものなんですけど、素晴らしいなと思いますね。はい、そして半額グルメとですね、これも AI が編集したものですけど、すごい綺麗ですね。こんな感じでいろいろ上げてみましたので、またぜひね、見てほしいなと思っています。はい、新聞記事もありますね。ということで、今日はですね、6月に投稿しました Facebook の個人の投稿、いいね数ランキングを紹介しました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。